お知らせの後は元ストリートアーティストのゲストが登場。地元でスイートティーとして知られ、作品の新刊と T シャツ、キャップ、アクセサリーなど新しいファッションブランドの宣伝に来てくれました。特別な車の詳細が欲しいなら美味しいネタをくれ。ジミー・シスカとネリー・スカイヤーとか付き合ってるのか。やっぱり OK だ、取引と行こう。今送る。いいね、最高だ。車のルートの GPS を送っておいたぞ。自分で許可するよ、クソったれ。ベンチ、聞いたか？車が喋ったぞ。容疑者の一人、要員を発見した。本部、容疑者の人質、全ての地上波に伝えて、現在追跡中。オーバー。確認できるか？映画の撮影か？誰か容疑者を捉えてないか？容疑者を見失った。もう一度捜索を行う。
すぎてセンサーで読み取れません。おい、黒人バカにしてんのか。センサーの調整を実行しろ。黒人に関する情報がありません。ああ、だろうな。気をつけろ。常に竜巻の中だと思え。しっかり捕まってください。でも一緒に街を駆け抜けましょう。おい、今映画のセリフを言ったのか。なあレンチ、聞いたか。私は窒素で走るスマートカーです。巻いたぞ。ガレージで向かってる。待てよ、車が映画のセリフを喋ってたぞ。すげえ、この車、こいつは格別だ。さすがガリレイ、こんなポンコツに金を出させるとは。なんだってポンコツ。いや、音声認識は問題ない。もちろんスクリプト記述に改善の余地ありだけど、返答は問題ない。それがどれほど大変なことかわかるか。ガリレイは機械学習を火星探査に使うと言っていたけど、まさかこれほど進歩しているとはな。なんだ。だと思った。マーカスに私の運転は許可できません。デボンボンデボンほど日焼けしていないから。機械にしては皮肉屋だと思ったんだ。すっごいピッカピカね。反応は全くなしか。そういえばさっきチッ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 って喋った。くたばれこの野郎。この車は本来自立制御なんだ。でも調整された形跡すらない。最適じゃないだけ。ジャンクじゃないよ。ほら、だと思ったんだ。いけるって。馬鹿げてる。やるの？企業にも無理だったのをここで？ダメか？いや、いいけど。